よし、あー全然違うところに。今日すっごくいい天気ね。買い物でも行こうかしら。釘崎のばる。ゲートをすぐる。お前の力はいずれ私たちの脅威となる。お前をとある箱に閉じ込めてやる。とある箱って、もしかして五条先生が閉じ込められてる獄門鏡？いやよ、やめて。今日買い物行くんだから。うるさい、こっちへ来い。キャー、助けてー。あれ、今釘崎の声が聞こえたような。こっちを助けて。お、こっちから聞こえるぞ。待ってて。大変だ、釘崎がこんなところに閉じ込められてる。スクナも一緒にいるぞ。これは獄門鏡じゃなくて UFO キャッチャーというやつでは。とにかくここから釘崎を助け出さないと。よし、100円玉を用意して、レバーを動かして操作しながら釘先をキャッチしていくよ。頭の上あたりがいいかな。この辺か。微妙な調整難しい。残り時間13、12、11。わあ、もう時間がない。ボタンを押して釘先をゲッ。うわ、全然ゲットできないじゃないか。どうなってるんだこのアーム。よし、もう一度100円玉を用意して。今日お小遣い300円しかないんだよな。よし、100円入れて。あ、なんかクレーン動かせば動く、人形が動く気がしたけど、釘先には引っかかんないな。スクナには引っかかりそうなんだけど。釘先を助けないといけないからな。また12、11。お、時間がない。よし、あー全然違うところに。キャッチできなかった。よし、最後の100円だ。ここに入れてと、レバーを操作するぞ。今度はうまくいくかな。なんか少なは取れそうなんだけどな。釘先をちゃんとキャッチしたいな。少なに引っかかりそうだな、なんか。あ、引っかからないか。よし、釘先の頭の上が一番優しい。うわー、もう時間がない。7、6、5。この辺りか。よーし、よーし、よーし。うん、いい感じ。あ、あー全然かすりもしなかった。さすがゲトーセブレが用意した UFO キャッチャー。アームが弱い。ゲトーめ、あんなにアームの弱い UFO キャッチャーに釘先を閉じ込めて。今日はお小遣い300円しかなかったけど、次はもうちょっとお小遣いを止めて釘先を助けに行くぞ。みんな、動画を最後まで見てくれてありがとう。 UFO キャッチャーの続き見たいなと思ってくれた人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い。メリー、アソゲームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうするとアソゲームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソゲームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも